はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ボンゴ編。この動画では、ボンゴの基本的なリズムパターンの解説をしていきます。はい、前回までの動画で、ボンゴのアクセントが叩けるところまで解説してきました。で、ボンゴのリズムパターンっていうのは、このアクセントをつける、つけないっていうのと、高い方を叩くか、低い方を叩くかっていうのをですね、選んで、組み合わせで作っていきます。で、最終的には、もう曲に合わせてですね、あ、ここでアクセントをつける、つけないっていうのと、高い方を叩く、低い方を叩くっていうのをですね、自分で全部決めちゃっていいんですね。もう自分が気持ちいいと思うリズムパターンで OK です。なのでこの動画では、まあよくある典型的なパターンといいますか、まあ大体どんな曲にもですね、合わせやすいような基本的なパターンっていうのをやっていきたいと思いますので、参考にしてみてください。はい、では簡単なところからやっていきましょう。まずはこの高い方だけを使います。1、2、3、4の1だけアクセントです。こんな感じです。一緒にやってみましょう。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。はい、ではちょっと早くします。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。はい、では次は低い方も組み合わせていきます。1, 2, 3, 4, 1にアクセントは同じなんですけれども、まず最初にこちらの低い方で1アクセントを叩いて、その後2回目はこちらで1アクセントを叩きます。で、また低い方に戻ると。低い高い、低い高いと。アクセント交互に叩いていくような感じです。こんな感じです。一緒にやってみましょう。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。ではテンポを速くします。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。はい、では次のパターンやってみましょう。まずは一番最初にやった1、2、3、4の1にアクセントのパターンですね。1、2、3、4。これが前半部分。で、後半部分は1が高い方のアクセント。で、3が低い方のアクセントです。1、2、3、4です。前半と後半つなげると1、2、3、4、1、2、3、4。できそうでしょうか。やってみましょう。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。では、できる人は早いテンポでやってみましょう。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの。はい、このパターンめちゃくちゃオーソドックスなパターンですね。もう迷ったらこれやっとけば大丈夫というようなパターンです。例えばすごくゆっくりなバラードみたいな曲でも。すごいテンポが速い、イケイケなダンスミュージックでも。もう何でも合わせられるんですね。はい、では今のパターンに少しバリエーションをつけていきましょう。前半部分だけちょっとだけ変えます。1、2、3、4の1と4にアクセント。1, 2, 3, 4. で、後半部分はさっきと同じです。1が高い方。で、3が低い方のアクセント。1, 2, 3, 4. 続けると。1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
一緒にやってみましょう。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、せーの。では、早いテンポで、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、せーの。はい、じゃあ次はもう少し複雑な頭にアクセントがないパターンっていうのをやってみましょう。前半部分は1、2、3、4の2と3にアクセント。1はアクセントではありませんので、1、2、3、4。で、後半部分は先ほどと一緒です。1が高い方のアクセント、3が低い方のアクセント。1、2、3、4。で、前半後半つなげると、一緒にやってみましょう。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、せーの。では、速いテンポで、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、せーの。はい、使い方の例としましては、1個前にやりました、前半部分が1と4のアクセントのパターン。1、2、3、4、1、2、3、4。これと、前半が2、3、アクセントのパターン。1、2、3、4、1、2、3、4。この2つをくっつけるんですね。つなげてやると、はい、このように2つ組み合わせると周期が長い変化に富んだリズムパターンというのが出来上がります。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。まあ、やってもらったらわかると思うんですけれども、この叩き方っていうのはですね、最初に言った通りアクセントをつけるかつけないかっていうのと、高い方か低い方かっていうですね、この4パターンしかないんですね。これを組み合わせてリズムパターンっていうのができているので、まあ、どんなに複雑そうに見えるパターンでもですね、細かく細分化して見ていくと、一個一個はとてもシンプルな、作りだったりします。なので自分が確実にできるゆっくりなテンポから始めて、一個一個確認するんですね。まずは1にアクセントをつけると。で、次に低い方を叩いてみると。一個一個確認しながらやっていって、だんだんバリエーションを増やしていったり、テンポを速くしていったりすれば確実に叩けるようになりますので、やってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではいろいろなパーカッション情報やレッスンなど配信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。また動画に関する質問などありましたらコメント欄にいただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。